はい、すいません。まあ、多分話はもうしてるんですけどね、はい、正式な用紙がなんかカードに挟まってたんで、4月はここに書いてあるから、これでお話ししていきますね。この辺が肝臓の働きを見るところなんですけど、まあ、これがちょっとだけ、GOT がちょっとだけ高いと、今回ね、今回というか、6月の時に。で、この GOT っていうのは肝臓が悪くても上がるんですけど、あの心臓の細胞、心筋って言うんですけどね、心臓の筋肉が弱っても上がりますわ。でもまあそう深刻な数字ではない、ちょっとだけ高いだけですね、はい、この子心臓もちょっと大きいからさ、その影響もあるかもしれない、はい、というのは GPT とか ALP とかガンマ GTP とか他の肝臓のところは全然正常なんでね、はい、次リパーで膵炎、膵炎の時に30個してくるんですけど、まあ越してなかったですね、はい、ここが腎臓、こっち見ましょうか、甲状腺ホルモン、はい、これが高いんですよ、なかなか 8.44、 時々 12.1、 まあ平均はこれぐらいなんですよね、で5をコンスタントに越したらちょっと薬を飲まなあかんのだけど、飲むとなかなか厄介というか、採血を2週間から4週間に1回ぐらいして T4 の値を見て避ける薬だから、はい、そいつをなしにしてるんですね。それから脂質代謝、コレステロールと中性脂肪、まあ正常です、はい、電解質のバランスを見るのも正常ですね。カルシウム、リン、いいですね。リンは腎臓病ステージ3超えると上がってきますけど、まあ一応落ち着いてますね。血糖値101、白血球数14900、まあ正常範囲のちょっと多い方か。赤血球775、まあ、まあいいところになります、うん、ちょっと飛ばしちゃって血小板、これが低いと、これはいつも低いと、30から70万欲しいとこが6万とか5万とか4万とか5万とか、だからちょっと血小板が低い、ちょうど炎症があるとその炎症に対する反応がちょっと弱い、遅い可能性があります。で甲状腺はちょっと高い、この辺は調べてないね。あとこちらに SA、 この時は結構 SA 炎症マーカーの数字が高かったですね。でもこの時って6月3日だからチェックだよね。チェックで見てるんでね、足を変わってるか、あ、怪我した時だ、はい、だから上がってんだ、はい、じゃあその構えた炎症で上がったんだと思いますね。10日アルブミンは、まあ、糖尿病があるかないか、過去2週間の血糖値の見ても OK ですね。という感じです、はい、で、この下に、この時にちょうどおしっこを取れたんだけど、はい、この UPC っていうのが、おしっこの中にどんだけタンパが出てるか、でこれ 0.4 って書いてあるけど、まあ、もっと正確に言うと 0.2 以下が正常です。だから、まあ、明らかに 0.4 も超えてるから、このおしっこはタンパク、がおしっこに漏れてます。こういうのをタンパク、漏出性腎症、慢性腎臓病の中のそのタンパク尿になると慢性腎臓病の進行は早いですね。だけど猫の場合はですね、割とこれたまたまかもしれません。でも、もう一回今回も調べますけどね、ワンちゃんはタンパク漏出することが多いんですけど、猫ちゃんは割と漏出することがないんで、慢性腎臓病になっても長生きできる犬に比べるとね、とは思うんですけど、この数字はちょっと高かったですね。ということで、まあちょうどおしっこも取れたから、はい、これとおしっこと両方ね見させてもらいますんで、これは前のやつね、はい、正式の様子を渡しています。そんであとは薬は3週間ね、はい、そっか、8月5日だから、本当
抗寄生虫薬、抗寄生虫薬は次回つけますね、はい、ちょっと今日もいろいろそうですかってちゃったから申し訳ないんで、はい、まあ基本うちの中ですもんね。そうです。はい、もう野良猫ちゃんに会ってからは、脱走しようという気がだいぶ薄れてます、あの子自体が、はい、玄関、前は玄関でこうちょっとタイミング狙ってるってうろうろしてましたあったんですけど、最近は全然知らんふり、知らん顔して出ようという気配がないんで、もうね、いい加減覚えたんだからさ暑いのもあるんでしょうけど、暑いしね、だって5月で 13? 13だよね。だから、かける6ですから、78、80歳ぐらいなんでね。気は強いけど、もう、外は行かん方がいいですよね。最近は脱走しようという気配はないと思いました。わかりました。はい、じゃあ、これはお返ししますね。はい、じゃあ、薬できるまでは酸素化しますんでね。はい。はい、で、結果は、まあ、次回の時には出てると思いますんで、はい、その時またお話しますね。はい、だからもしあんまり変な数字が出てたら、お電話するかもしれません。はい。はい、ここはちょっと急いで方がいい時は、お電話しますね。はい。はい、じゃあ、ちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。